今日買い物に行ったら今サミットに、あの60ぐらいのじいさんじじいがね、あの買い物袋を両手に持ってこうやって歩いてんだよ歩道を。俺チャリで走ってるじゃん。でもうそんな避けると思うじゃん。そしたら、うん、すれ違いざまに もうあのどうなってんのマジでこの街、ね、何がしたいの本当は人々は。あのこう歩道これぐらいの幅じゃん。そこで両手にこうやって紙袋持って、俺前からチャリに乗ってきてんだよ。避けないからあのピュッと止まって降りて、じゃあね、うん、何がしたいんだろうね本当に。やばいよこの街マジで。連日のようにね。住人のね、あのレベルがやばすぎる。二眼つけとんだみたいな感じで歩いてて、おい何お前ガン飛ばしとんだよみたいな。飛ばしてきたで喧嘩しちゃったとかね、そのレベルで。そういうイライラが溜まってんのかもしれない。4月から年金減るの。
き伸ばされた上に年金が減るの。うちの母ちゃん投げた、いいあれじゃないです。成長ね、リスペクトはしないよ。そんな頑張ったからってリスペクトなんかしませんよ。そんな甘えたこと甘えかしちゃダメだよ。昔頑張ったんだからずっと俺尊敬し続けろよ。今がクソだったらでもそんなリスペクトなんかしなくていいから。俺と同い年ぐらいの氷河、ね、就職氷河期の人たちなんて頑張れなかったんだから、ね、ね、頑張りたくても頑張る場所がなかったん、ね、だ。働くとこがないんだからね。これ自己責任って言われるんだから。お前の就職先が見つからなかったのは能力不足であり自己責任です。バブルがちょうど崩壊したところだ。氷河期世代のやつは本当にしたんだよな。俺らの世代がまず一発目でしょ、戦後の氷河期。その後で30代もあったよね。で最近もあったんでしょ、氷河期。Yeah.
ロナショックもそうか、ここ2、3年の大学生がもうダメになってる。リーマンショックと